はい、しきちゃん、はい、不正出血とか、はい、うんうん、不正出血ってある？あります。ある？そっかそっか、うんうん、今日ちょっとじゃあ不正出血についてお話ししようかな、ね、不正出血ってしきちゃんいつなると思う？っていうか、興味のか分かるよね。うん、生理前が多いです。生理前が多い。あ、高温期ですよね。はい、高温期に出血する。はい、こういう感じですね。高温期にここに出血するとかね。はい、生理直前が多いです。が多い。まあ、まんべんなくって感じ。どこで起きるか分かんない感じ。うん、了解了解ですね。あとはまあよくあるのが、生理1回終わったんだけど止まったんだけど、またその後あるとかね。はい、だから着床じゃないや、あの排卵出血かみたいなこと言う子がいるんだけどね。そういうケースもあるかな。はい、うんうん、出血なんですよね。これやっぱり多少やっぱ問題があってね、というところをちょっとしきちゃん覚えていってほしいと思います。はい、ね、これね、知ってほしいキーワードってしきちゃんあるんですよ。これちょっとしきちゃんメモっとって。メモ用意します。メモ用意しておいて。妊活ね、ちょっと先生、あの不妊っていうことはあんま使わないようにしてるんだけど、ちょっとこれは今日は使わせていただくんだけど、はい、不妊は基本的に皆さん覚えておいてください。高温期の悪化から始まります。高温期の悪化から始まるっていうのをイメージしてくださいですね。なのでこのサイクルですね、この不正出血って、T4、これプロゲステロンですね。プロゲステロンっていうやつなんですけど、これがあの基準値より下がると、基本的にこのなんだろう、内膜が維持できなくなる。で、この出血してしまう。これはじゃあまあ軽くだったらいいわけですね。まあ、軽くでもあんまり良くないだろうけど、出血してしまうとは、これがプロゲステロンそのものが体温を上げる、下げる？上げます。はい、さすが、素晴らしい。はい、素晴らしい。お、嬉しそう。プロゲステロンそのものが体温を上げてくれて、内膜を、しきちゃん。子宮内膜をこうどうする？ふわふわふかふか感触ふかふかにしてくれるんだけど、内膜をこうなんていうのかな、こう維持してくれる、はい、内膜を維持してくれるね。内膜を維持してくれるね。体温を維持して、まあ、ふかふかで着床しやすい環境を、まあね、この着床した直後が特にね、開いてくれるっていうところがね、一つの役割なわけなんですよね。で、やっぱり体温が、前回もやったけど、こうガタガタとかね、出血しちゃう、内膜が維持できない、出血しちゃうっていうことはイコール、これがね、やっぱり安定してないっていうのがイメージになります。そういうとこ分かるかな。うんうん、しきちゃんどう、最近体温はどういうこと？体温は、うん、そうですね、若干上がりきらない感じがあるかもしれない。あ、まあ上がらない、もうちょっと上がってほしいな、もう一声欲しい感じか。はい、なるほどっていう感じなんですよね。で、これがね、一つその、まあ、不正出血の原因です、ね。ほとんどの原因はこんな感じだというふうに思ってください、ね。で、これがね、ちょっと後の話につながってくるイメージでください。これが、不正出血。まず、高温期、ね、低温期、高温期っていう感じで言って、高温期に、こんな感じなんですよ。卵巣が、これ高温期ね、ここ高温期。で、卵巣がストップ。しきちゃん、例えば10キロ走ってこいって言われてさ、うん、10キロ走ってきて帰ってきた瞬間もう10キロ走るって言われたら、しきちゃんとはどうする？うん、行ってきますって言って休んでくる。サボる。サボる。それですね。ね、
サボる、ストップしてる時期っていうのは必要なんだけど、それが更年期です。卵巣が休んでる時期、お休みってね、しきちゃんみたいにサボれる人だったら OK なんだけど、ね、この休みっていうのがあるから低音期、一方低音期、低音期、ね、低音期、動く、ムーブですよ、動く、働く、働く、イメージを置くからなんですよ。こんな感じになるわけですよね。で、また働いた後さ、10キロ走ってじゃあ、まあ、サボるなり休むなり、じゃあ休んでいいよしきちゃんってね、優しい上司に言われて休んだとするじゃないですか。ですよね。でリフレッシュして、ね、リフレッシュして今度どうかな、ここ違うの、リフレッシュしたな、リフレッシュしてごめんね、リフレッシュして動いた、働いた、もうバシャルマのように働いた、ね、その後バシャルマのように働いた、その後何日だいい、休みだよね。そうだよね、休みっていう順番があるから、ここでまたストップかかるね、ストップ、休憩が入るで、あるから、その周期があるからいい感じでここの子たちっていうのね、働けるような労働環境がいいわけだけど、しきちゃんどうかな、これが、じゃあこれをやってるのがこれなんですよ、 P4 なんですよ、ここわかるね、高音期なので、プロゲステロンっていうものがそこの部分のそういうことを休めっていうことをやってるわけじゃないですか。で、薬で代用するとこれがピルとかになるわけだよね、ピルとかで卵巣を休めてみたいな作戦も一方あるわけなんだけど、まあまあね、そこにはそういろいろ反対派の意見もたくさんあって、いろんな理由があったりしますけど、ここの部分で、まあ休むのはこれがですよ、しくちゃんどうする、この P4 これが足んないよって話になって、考え、高音期だか低音期だか分かんないような状態に持っていくと、ここが休みたい、見たい感情じゃなくて見ない、休めない状況でいきなりまたムーブ動くとどうなる、ここでの式じゃどういう感じだと思う、やる気出ない、やる気出ないよね、そう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 、そんな感じになりますね、やる気出ない、ちょっと感情の問題で言うのはどうかと思うんだけど、まあまあ休めないと働きづらくなってくるね。これだから卵巣の中がね、こんな感じなんですよ、で中でも卵巣の中が少し違うんですね、大変なことにこれがこうブラック企業みたいになっちゃう、わかるね、ブラック企業かか、ブラック企業みたいになっちゃうってことですね。ブラック企業の卵巣って、どういい仕事できると思う、うんうん、ちょっと難しいです、難しいよね、そんな感じなんですよね。で一方不正出血っていうのがこの状況で起きます、この休めない卵巣の時で起きるっていうのはほとんどだというふうに思ってくださいね。維持できない、内膜を維持できないってことは、ブラック企業みたいな卵巣が疲れちゃってる可能性があるんだよっていうふうに思ってください。だから、まあ、エストロゲンレベルが高い人とか意外とね、高音期になんかそういうことになりがちだったりだとか、いろいろなことがあったりするわけなんだけど、まあ卵巣を休めるっていうところがとても重要になってくるというふうに思っています。じゃあどうすればいいか、聞きたいみたいな、はい、ですよね、ピル以外でどうすれば、ここね、温活を入れますね、しっかり温めるね、ピルは反対ではないけど、先生立場上何も言えませんね、高音期で温めるっていうことをしっかりやっていただくと、ね、高音期で温めるってことをしっかりやっていただくと、ね、これがそのプロゲステロンによって維持する部分と温度によって維持する部分って結構ね、拮抗して一緒にやってくれたりするので、まあ、高音期、まあ、前の動画でもやってたりすると思うので、しっかり温めるような刺激をしていくっていうのが一つの手なんじゃないのかなというふうに思いますね。じゃあどう、今日の話分かりやすかったんじゃない、そうですね、うん、どう感想、うん、やっぱ会社を選ばないといけないです、ね、確かに、うん、ブラック企業だと長く続かないって感じだよね、卵巣も疲れちゃって、卵巣自体も長く持たないっていうようなイメージでいてくださいですね。そんなイメージでいただくと今日の話は役に立つんじゃないのかなというふうに思います。